次世代の主力ロケット H3 の打ち上げに成功です。カウントダウンが終わりました。白い煙を勢いよく吹き上げながらロケットが浮き上がりました。4度の延期を乗り越え H3 ロケット4号機今リフトオフです。打ち上げからおよそ30分後搭載していた防衛省のきらめき3号を分離予定の軌道に投入しました。自衛隊の指揮伝達や作戦情報の共有など部隊の運用に関わる重要な通信に活用されます。